の後半のゲストおいでいただきました。本日後半のゲストは、バロックダンサーの松本さらささんです。どうぞ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではプロフィールのご紹介を、ではご紹介させていただきます、はい、バロックダンサーの松本さらささんです。国立音楽大学音楽学専攻をご卒業、ビオラダガンバを神戸幸美氏に師事、パリ市立高等音楽院古楽専攻ビオラダガンバ科をご卒業、クラシックバレエ経験を生かし古典舞踊をフランスで学び、2016年クリストフ・ルセ指揮のピグマリオンに参加するなど、フランスの主要ダンスカンパニー公演にご出演、2018年より拠点を日本に移し、さまざまな演奏家や舞踏家の舞台に参加するほか、ルネサンスダンスやバロックダンスの要素を使ったダンスのワークショップも開催。また2019年大阪の泉ホール主催、寺門亮さん指揮のピグマリオンに出演したほか、ホクトピア国際音楽祭2020では同じく寺門亮さん指揮のフランスバロックオペラの栄華公演にもご出演なさっております。カテリーナ古楽合奏団ロバの音楽座のメンバーとしてもご活躍です。松本さらささんです。よろしくお願いします。今日はね、はい、実は私の地元でもう26年目になる、ホクトピア国際音楽祭、はい、そこに今年もご出演される、まあ、そういうご縁でもって今日はお見えいただきました。はい、はい、でさらささん、さっきお伺いしてたら、はい、この古楽やバロックダンスにこう親しんでもらえたのは本当に小さい時からだった。そうです ね、父がそう、古楽器を使って、まあ、2つのグループをやってるんですけど、カテリーナ古楽合奏団とロバの音楽座という楽団を持っていて、うん、カテリーナはどちらかというと大人向けの中世やルネサンスの音楽を中心にした合奏団で、ロバの音楽座は親子向けの、そういう古楽器を使って一つの舞台を作るという合奏団をやっていて、それを小さな頃からたくさん見ていましたね。自分でこうなんか楽器もいたずらしてなんていうところが違うかな、やらせてもらったりとか。そうですね、どちらかというと父は音楽をこう教えてくれるというよりは、うん、遊びの中からその音楽を、うん、学ぶというか勉強だとは思ってなかったんですけど、うんうん、例えばお風呂の中でこうオケを反対にして、うん、なんかできた、ね、曲を一緒にガス、うん、なんか歌ったりとか、うん、そういうふうに本当に遊びの中で音に慣れ親しんでたなっていう感じがしますね。こうそのバロックダンスとかね、こうそういう古楽の、その、楽器を演奏するとかっていうのは、はい、こうちょっと我々からはなんか縁遠いんだけど、うん、もうそれがもう自然にもう気がついたらやっていたっていう感じ。そうですね、あともう一つ父の実家なんですけどに小さなホールと稽古場がありまして、はいはい、そこで月に1回コンサートを企画していたんですね。まあ、今はちょっとそんなに定期的にはできてないんですけど、うん、その中でたくさんのこう演奏家や、まあ、海外からも来ましたし、例えば谷川俊太郎さんとか20年ぐらいジョイントコンサートを続けたり、あとジャズピアニストの山下洋介さんとかも来たりしていて、本当にたくさんの演奏家 に触れる機会があったので、まあ、それもたくさん影響しているかなと思って、なんか楽しそうにしてる大人たちに置いていたら私もなんか舞台に立ちたいって思うようになりましたね。そうですか、うん、で、まあ、長寿でね、まあ、プロになって、うん、そのまあ、今そのバロックダンスをされてるわけですけど、うん、こうその魅力というかお客様にこう伝えたいこととかっていうのはどういうことですか？そうですね、バロックダンスだからとかいう意識で私はやっていないですけど、うん、本当に舞台で、一番今目指しているのはなんかこう、あ、いい気持ちだったなとか幸せだなとか、うん、なんか例えば美味しいご飯食べた後ってなんかみんなで話したくなるじゃないですか、うんうん、なんかそういう舞台に関わっていきたいなっていうのは常に思っていて、サウナに入った後とかっていう、あ、そうですよ、気持ちいいっていう、そうですね、なんか温泉行った時にこう
入ったらジバーってするじゃないですか、うん、ああいう感覚を私は演奏会で感じたいし、いさっきね打ち合わせでも随分ね五花さんと話が合ってたもんね。なるほど、そうか、それをダンスでっていう感じ、ね、そうですね、それのツールが、まあ、私の場合はバロックダンスというものと、まあ、楽器のビオラダガンバっていうで、まあ、それでそれを表現したいなと今思っていますね。で先ほどご紹介したように、北斗ビア国際音楽祭、はい、実は昨年もご出演をされていて、はい、その時の映像がございますので、ここで、それを見ながらというか、はい、見てからまたお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。でしたでしょうかね、ね、素敵でした ね、 ね、 ね、今拝見しながら、うん、ね、お話を伺ってましたけど、はい、
このここが変わらないんですか？こう、そうですね、基本的には変わらず、うん、この辺りで 手首がこう動くんですけど、うん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 、でまあ、先ほどあの映像を 見てる時にお話ししましたけど、うん、これが上に上がりすぎると、うん、こうビーンと下げた時に、うん、ナイフフォークを使う手が上になっちゃう、うんうんうん、で下すぎると、うん、今度はとてもなんかちっちゃい感じの動きになってしまう、うん、エレガントに見えるためのこの範囲で動いているというのが特徴です、ね、そのエレガントに見えるっていうお話があったけれども、うんうん、その要するに宮廷の皆さんがそのエレガントに見える所作を学ぶためにこうこのダンスがこう発展したみたいな、そうですね、そう言ってもいいと思います。あの素敵なにドレスがいかに綺麗に見えるか、はい、で男性だったらいかに美しくかっこよく女性にこう、うん、エスコートできてどの角度がかっこいいか多分知ってるんですよ、うん、絵に描かれる時にどのポジションがかっこいいか、うん、そういうためにとても役立ったと思いますね。だからこうあれ見ててこう中世バロックの絵画があるじゃないですか、こうかっこよくやりして、それがこうなんか画面にこう動くようにこう抜き出てきたみたいに見えるのは、うん、そこに共通点がある、あるのかもしれないですね。そうですね、はい、いや、まあ、そういうことで、で実は今年もご出演をされて、はい、ということなんですが、はい、2021年の北トピア国際音楽祭についてお話を伺って、こちら今出てます、11月の4日から12月12日まで、はい、まあ、あの長い期間いろんなあの、演目があるんですけれども、サラスさんがお出になるのが、これですね、はい、ラモーっていう、まあ、フランス の、はい、まあ、古い作曲家の方をずっとあの上演をしてるんですけれども、このジャンルということで今回なんか意気込みを聞かせていただきます。そうですね、はい、意気込み、去年、本当は去年アルミードというオペラ、リュリのオペラの作品をやる予定が、まあ、フランスから歌の方と演出家の方が来れなくなってしまったので延期になり、去年は日本にいるメンバーでやっあの歌の人と私一人の踊りとオーケストラという、メンバーでやったんですけど、去年の場合は私しか踊りの人がいなかったので、うん、少し演出を私もして踊って、うん、歌の人もちょっとあの振りをつけたり動きをつけたんですけど、はい、今年はあのフランスから来れるように演出家の方が、はい、あのダンサーが来れるようになったので、彼がまあそうですね、まだ実は練習は始まってないんですけど、これからなんだ。そうなんです。なんですけど、彼がまあ描きたいそのバロックの世界がどういうものなのかというのがとても私も楽しみなんですけど、うん、今回はそこにこうが最大限にまあ生きるように、うん、私もなんかこう進めていきたいなという感じですね。あとはまあ本当皆さんマスクして聞かなきゃいけないので。あの だけどもうちょっとこうなんかこう気を楽にして演奏会に来てほしいなと思うし、うん、笑いたいところは笑っていいし、うん、なんかこうコミュニケーションが取れるような舞台になるといいなと思いますね。なんか素敵な舞台になりそうで期待できますよね。楽しみですよね、はい、あの本当にこの古楽というところにフォーカスをして、まあ、26年続いてきている北トピア国際音楽祭、まあ、寺門亮さんがね、大変熱心に取り組まれてきた、まあ、ライフワークなんですね。でそれをおそらくね多分26年前生まれてないんじゃないかなと思うんですがそういう方がねまたこう引き継いでやっていただくっていうのは我々もすごく嬉しいことですね。さてさっきもねちょっとお父さんのお話が出たんですけれども、はいはい、カテリーナ古楽合奏団、ロバの音楽座を主催されているということで、はい、サラスさんはそこのもう一番の新人なんだそうですね。まあ新人といってもですね皆さん長く一緒にやられてる方で、うん、はい、まあ、カテリーナ古楽合奏団はまあ大体48年とかですかね、はい、でロバの音楽座が40年に来年になるんですけど、はい、ほとんどメンバーが変わらず、はい、新しい人を入れずに、うん、ずっと一緒のメンバーでも家族のように一緒にやっているんですけど、私はまあ小さな頃から聞いているので、うん、もうみんながこう
兄弟のような、うん、お父さんのようなお母さんのような、うん、なんかね、あの、うん、これからちょっと映像拝見するんですけど、はいはい、なんかそのそれこそね、フランスのさ村 の、うん、あの昔から知ってる人たちが集まってやってるみたいな、はい、そういう雰囲気ですよね。すごい温かいですよね、うんうん、本当に、うん、それであの毎年これをやりになられてるっていうことで、これからの季節はなんかクリスマスのコンサートみたいなのをされる。そうですね、はい、このクリスマスコンサートはその立川に拠点があって、あのロバハウスというところで毎年30年ぐらいやっているんですけど、あの普段だったら、そこに多くて90人入ったこともありますけど、80人ぐらいすごく密になってやる、うん、11回公演とかやるコンサートなんですけど、今このご時世なので、まあ、半分かもしくはちょっと、まあ、すごい人数を減らしてやっていて、うん、で公演数もとても増やして今回20公演あるんですけど、うん、あ、そうですか。だから、ね、大人向けとか、ね、子供向けとかね、いろいろあのプログラムもあるようですね。そうですね、それは今回ロバの音楽座と、まあ、最後の12月29日はカテリーナ国学歌サータンがやりますね。あのこちらの方はあのロバの音楽座っていうふうにあの弾いていただきますと、はい、あのウェブサイト、そうですね、あのリンクしたウェブサイトありますので、はい、そちらご覧になって申し込んでいただければなというふうに思います、はいはい、さあもう本当時間があの来てしまいました、後半ゲストは、バロックダンサーの松本さらささんでした、今お話が出てたカテリーナ古楽合奏団の演奏、はい、パフォーマンスですね。そうですね、2018年5月18日中世ルネッサンス音楽会というのが開かれた時の、まあ、ダイジェスト版を、はい、拝見しながらお別れしたいと思います、はい、松本さらささん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。忙しいと思いますが体に気をつけて頑張ってください。
いかがでしたでしょうか。松本更紗さんの演奏とダンス両方をご覧いただきました。